これ登るってどうするんやったっけ？何が？これから登るの。活動開始にして、 OK。 あ、ほんでそれもう、うん、今すぐ参加、うん、で、あれにしとったらいい。それで行ったよね。ちょっと待って、何これ。いいわ、これもええわ。OKOK、それで大丈夫。ありがとう、大丈夫。よし、最近動かしてね、えらいな。いや、最近なんかりっちゃんに言われて、なんか教育されてんの。まあな、でもね、全然アップしてない。いや、アップは別にせんでいいけど、うん、ただ初めて行くからちょっとしとく。なんかあった時に、うん、なあ、やっぱヤマップで動いてて、うん、GPS で、うん、うん、ただそれもよく分かってない。通信だけ。それもよく分かってない。なんかもう言われるがままにしてるだけで。8:09。とりあえずトイレ。はい。自販機もあんねん。ん？自動販売機もあんねん。うん。もうすごい人やもんね、鈴木です。駐車場いっぱいやろ。うん、下にある。うん、何それ。そのキノコ、うん、キノコで卵だっけ。ああ、卵だけね、はいはい、あ、うん、左。6月16日、今8時23分です、はい。ソニー高原の方に来ております。で、ソニー高原行くのではなく、今日は、小郷山という山に登りたいと思います。ちょっとアスレチック的な山なんで、ちょっと楽しみで来たんです。で、今日はあの急遽いくみさんも一緒に、はい、お願いします。参加したことになりました。はい、ちょっと面白そうな山なんで、楽しみたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。今日も一日頑張るぞ。おしばらくちょっとこの、でも車来るな。車来るね、真ん中通ってる。あ、そんな走ってはけえへんと思うね。うん、準備なりそうな。ここも山道やな。虫がいっぱい止まってる。ほんまや。何やろこれ。何やろ。背高いね。なんかロケットみたいな。なんかもあの葉っぱももわもわしてそうね。この水の弾くこの。葉っぱももわもわしてる。はい、登山口です。ここからが出てくるの。そう、ここから。うん、うん、うん、甲子山、まず後ろ甲子山かな。はい、ここが登山口です。22番って書いてますけどね。
よいしょ。それそのザック新しいやつやろ。そう。ええな。可愛いやろ。めっちゃ軽いよ。めっちゃ。でこのザックサコッシュは水が入るから。それだ。いいし。入るのがもうボロボロやったもん、飲んでるのかもしれない。そうな。何年も使って。そうな。郁美さん専用なんやろ。郁美さん専用なんやろこれ。このザク。もうこの色はもう終わりにしてる。あ、そうなんや。なんかもう輸入してるからこの色もう最後の一個。なんかリッチャー不思議な人だけど。うん。あ、でもこれぐらい明るい方がええで、山は。そうそう、うん、よいしょ。もうなんかめっちゃもう登りがきついな、この山。しばらく階段やで、この用意しとったらじーっとこれ見てるから、どうしたんって言ったら、え、これまた新しいのっていう。そう、そうよ。いや、これきつ。今日の山きついわ、これもう最初からこんなんや。すごいな。ああ、滑らんように気つけてな、これ。あやさん滑ったやろ前、なんだっけあれ、どこやったっけ、滑った、あれ稲村ヶ岳の帰りにの、だからおい、めっちゃすごいなこれ。滑るから危ないから。めっちゃツルツルや。え、なんで？ほんまや。足の裏は？ツルツル。これツルツル。え？じゃあこの木が濡れてんのがツルツル。ああ。この木じゃないところあるよ。うん。この階段は、足全体でつかんと怖いわ。足全体でつかんと怖い。もうツルツル、ほんまに。これ下りで使ったらあかんな。下りはもうずるっていくわこれ。これ雨降ってる時はここ危ないです、あの、これ本当に何やろ。これあそこ、あの何や、大トレのあそこみたいな、あの。あシャドウ結構あるもんなこれ。うん、滑るの気をつけてな、それ。うん、足裏でちゃんと。あかんわ、やっぱやめとこう。あかんか。もうあかん、シャドウが上がっていくと危ないわ。これはあかんわ。ダメです。もういきなりの急登や。すげえな。ハードや。面白い山とは聞いてたけど。ほんま、めっちゃ滑る。よっしゃ。土も滑るもんな、これ。あそこみたいちゃう、二条山の階段。ああ、
まあなあこれ後ろ振り向くとなかなかええ景色やけどな、これ階段の階段がツルツルなので危ないので階段が歩けないです。はい、いきなり洗礼やねこれ、小郷山の。いや、もう助けてほしいって言って、助けてって言うてる。下りや。これ何やったっけ、毎年この時期落ちてんねん。なんかいつもね、何やろうっていつも言うてんねん。一切気にせえへんポイント。え雨粒。えもう二人で登ってたら絶対こんなん気にしてへんな。綺麗と思わへんし、写真撮なんやろな。急登や。まだ急登や。見て。
面白いね。うまいな。植えたわけでもなく自然にやなこれ。なんか下向くと立ちくらみする。ああ湿度が高い。すごいなこれ。うん。人と登ると何のかな、こう観点って言ったらいいの、その見るところ、そう見る、ちょっと見て綺麗やんこの木。これなんとかって雪やねん。ほら鹿なんか、ほ動物のこんなんおるやん、なんか鹿じゃないわこんなん、これなんとかって雪やねん、忘れたけど。この木変わってるでしょ、幹が綺麗やんな、綺麗、あ観点が違うってこと？そうそう見る、こう例えば今そういうとこを見えへんねん、うん、俺らは。そう見気もつけへん、ね、あでもそれはまた別のとこ見てるね、いや人って興味あることに違うから。そう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 、そういうことそういうこと、それは何でもいい、そういうことよ、そういうこと。私はなんか木とか花とかが気になる。そうそうそうね、綺麗やもん。それだと冬だったらこれが全部固まってさ、あもうあの氷になってるんや。あすごいね、あちょっと、あ、でもなんか、ほら、この、うん、何や、さっきの花かな、これ、また違う、これ、うん、何か、これ何これ、何この花、この花分からへん、これ何やろ、群生地やで、これ、うん、ほら、いっぱい咲いてるやん、あそこにもいっぱいあるよ、ここ、ああ、群生地やわ、これ、ね、ちょっと写真撮ろうか。はい、振り向いて。え？ろうそく？あ、花の幼虫。花の芯じゃないか？あ、芯か。幼虫かと思う。ほら、ろうそくみたいじゃない？これがまた観点が違うのよ。ね？はいはいはい、あの。ろうそくみたいって。あやちゃん。あ、これ撮ってくれるってあやちゃん。なんかちょっと花のなんか近くで。もうちょっと向こうにしようか、もうちょっと向こうにしようか、もうちょっとあの辺近いやろ、 あそこに向いて、両側から、うん、何何ちっちゃいろうそくみたいやろ。そうそう、それあれじゃん、はっけ、これあれやな、なんかあの何、こっちなんか幼虫に見えだし。うん、そこで、その辺で、うん、ここら辺に足をいつもはさ、こういう足を長く見せるか、顎を隠すか、そのこれも観点の違いやね。ギュアゴは嫌だな、ギュアゴだけど。これがほらバラみたいな、あのあれじゃない、これトゲがあるからね、うんうん、もう終わりやね、白い花ばっかり。うまいね。あ、これ綺麗よ、これ今のほら。これ綺麗やん。咲きかけやね。このやっぱしね、人間でも何でもそうやけどさ、つぼんで咲きかけがいいな。お前、もう咲いてしもうたらあかん。若いってことね。綺麗な。咲いてしもうたらダメなんで。あ、これ熊ちゃんもできた。いいね。どんどん取れるか。出ます出ます。何もかも出ますよ。いっぱい咲いてるな、ね、ずーっとこれそうやな。ここすごいね。すごいね。あ、ここら辺綺麗、これ匂いするのかな。ここら辺綺麗だから。めっちゃ咲いてるな。一人で撮ってもない。いや一人嫌やんそんなん。なんで？いつも一人で写ってるじゃん。はい、撮ろうよ、そんなお花と私で。うん、一緒に撮ろう。くまちゃん。はい。はい。はい、じゃあ、こう見とこうかな。くまちゃんいないけど。ちょっと待ってよ。プレッシャーやな。はい。はい。
インスタグラマーおると忙しい。三船山かもしれん、うんうん、わあすごい、ここお花だらけ。これもうちょっと早かったらめっちゃ綺麗やったよね。ね、これがこれは何なんだ、これは何が咲くんだ、わからない。これ何、わからない、俺に花を聞いてさあ中田さんに聞いてわからない。あ、さっきのやん、ここって面白いね。面白いな。面白くない？面白いな。なんかさ、変な、見たことない。これでも、歯が、いや、でも先っちょ悪いな。どんどん歯が、まだ、どんどん、伸びては歯が開き、伸びては腹が開きで、鼻開くのそれ、うん。最後、あれ鼻開くのこれ。なあ。そりゃ開くわな。なんか一個ぐらい開いてないかな。たまにな、早咲きあんねんけどな。うん。いや、でもすごい変わってるわ。さっきのほら、道路の花も変わっとった。うん。華やか穴はないけどさ、うん、傘がいっぱい、傘指があるわけではないんやろな、もう二条山も笹指終わってた、もう昨日先週いっぱい咲いとったよ、うん、あ昨日はもうそこまで行ってないね、もう、うんうん、もう回収してそのまま、うん、先週咲いとった、うん、先週めっちゃ咲いとった、ほぼほぼ咲いとった、まだつぼみもあったからまだ今週まだ咲いてんのちゃうかなっていう、やっちゃった時になってびっくりした、やすこさん2日連続で登ってんのあれ、そうそう、あれね、仕事終わって、うん、あのあきちゃんと、うん、あの子が登られへん仕事やから、うんうん、一緒に登ったみたいよ、昼から、あの2人も仲いいよね、仲いい仲いい、うん、日曜は多分あのサポートで、なんかあの要は後ろについて、うん、なんかサポートしてくれてはった、うん、副隊長って言ってた、だからうん、絶大なる信頼の、そうそう、うわ、もうずっと咲いてるやんこれ、綺麗やな、わからんねんけどね、綺麗、こういうこのぐらいが綺麗ね、ほんまや、これも綺麗な、ね、これ綺麗ね、綺麗わ、これ綺麗わ、綺麗、富士山っぽくない、かわいいね、 うわなんか景色がだん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 綺麗な、今日多分これ雨降った後やから、うん、そうそう、かすん、多分かすんでないねんな、だから遠くの方も晴れてきたら見えると思うねんな、綺麗綺麗、もうめっちゃいい感じや、見て、コガネムシや、コガネムシや、あ、どこ行ったん、落ちた、下落ちた、どこ行った、今落ちたのに、落ちちゃった、綺麗な色、これがもうお花になるのかな、これ、うん、これやね、なんかわからんね、うん、いっぱいあるわ、うん、これもう咲いてる状態、咲いてんのかもしれん、わからへん、もっと綺麗に咲いてほしいね、もっと、もっとほら、だんだん進むほど開いていくじゃん、去年のスズキやんな、あ、そうやな、うん、先生、うん、あ、これやん、これ、うん、花なのかって花なんだろうな、涼しい、ひんやりしてていいな、今だけやで、あれあれほら目の前見えてきたやろ、山が急騰が待ってね、急騰が今閉まってね、閉めてんのかな、まだ、うん、ちょっと滑るかもしれんから気ぃつけてって感じ、ロープとかは垂れてんねんけど、まあ、もう急のとこはポール直した方がいいと思う、うん、あ、アザミちゃん、アザミちゃん、アザミやん、アザミ、これ鬼アザミ、でっかいから、なあ、これ綺麗わ、アザミのものが綺麗よな、あ、でっか、痛いけどな、かわいい、色が綺麗、うん、何の木やん、うん、なんて、見て、多分これ何の木やん、
これ何の木園っていうところから、そうそう、林道、林道から上がってこれるなんか道があるんちゃうかな。うん、うん、うわ、風が気持ちいい、涼しい、うん、雲の背が光ってくる、ここ分岐やな。ああ、なんか広場があるみたいやけど、なんか言われ、なんかなんでこんな名前なんやろね、名前。後ろ小郷山、まずはそっちが一発目のピーク、はい、筋がちょびっと残ってる。ああ、残ってんな。あ、クマちゃん怖がりな。おお、もうびっくりするのにびっくりして後ろにいた店がね、何何って言って、ビッグ、そう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 、その後ろのおったビッグ、その前のしんどいな、だん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 急騰になっていきます、だんだんと急騰になっていきます。あの、おたけさん 3000m でしょ、うん、呼吸大丈夫やった呼吸、あそこでな、2700ぐらい、あのあそこ、五の池というか、あの、うん、ドラゴンアイのとこはで、うん、呼吸はそんな、ただやっぱあやさんはかなりしんどかったみたい、その何で呼吸のせいなのか体力的なもんなのか寝不足なのかわからないけど調子は、でもあやさんいつもああいう山は調子悪なるな、まあ、2000超えると、うん、そういうクマちゃん後ろ置いとかんでええの？え、あやさん。さっきのまんまやん。いいの？そう、そんなんやってるけどさ、画像には映ってへんで。クマちゃん。涼しい。めっちゃええこの風。カンカンデリやったらもっと暑いで、これ。ああ、水分取ってやるもんね。ちょっと休憩しようか、そこで。よし、あの、確かな、景観は何もないはずやね。ここの山。よいしょ。急騰ですよ、はい、はあはあ、でも綺麗な山やな。もう一個白い花あったよ。ああ、これ何枚前やったかな。どれ？これこれ。はい、これ綺麗や。埼玉。あ、小アジサイや。小アジサイ。うんうん。気つけてや、それ。そこ気つけてや。なんで？ここだ。うん、それは名前知ってる。え、ほんまや、落とし穴があった。あ、ここの苔も綺麗よ。みんな小アジサイの葉っぱちゃん、あ、そうやね、これみんなアジサイの葉っぱだよ、これ。綺麗、真っ白やん、この小アジサイ。もう今後さんもいっぱい咲いてんじゃん、これ。あのアジサイの群生地あるやん。よいしょ。はあ、よいしょ。この前はだから大山蓮華が咲いててよかった。もう八橋がこれからじゃん。あ、七月やったかな。大山蓮華の群生地があんね。ああ、いいね。はあ、七月やったかな、でも。八橋とか行ったことない。八橋行ったことないの？ないな。
りっちゃんだけか。りっちゃん3回ぐらい登ってんじゃん、あの人。これ滑るな。これ滑るな。これは滑るやつや。うん。もうね、足の裏に根を生やす感覚で。うん。もう先っちょとかやったっすね。見て、これかわいいよ。あ、これも怖い時代やな。めっちゃ急やし、怖いな。滑りそうなのが怖いな。おお、怖っ。怖い。この鎖があるのはありがたいな。鎖があるのはありがたい。濡れてなかったけど。来た？何かその来た？え？アスレチック的なん来た？来てない？まだ？よいしょ。苔めっちゃ綺麗よ。ああ。ほら。うわ。これか。ああ。うわ。滑るもんな。よいしょ。大丈夫って。声は出るけど大丈夫よ。あの、大丈夫じゃ。これなんでやろう。なんか引けんねん。ほら。ほら。なんか引けんな。引けんな。年輪ってやつね。根っこは滑るな。え、根っこは滑る。滑るよ。よいしょ。ああ。滑る。ああ。わあ、綺麗な。ああ。気持ちいい。もうめっちゃ気持ちいい。ああ。すごい。ああ。12分ですね。はあ、しょ。はあ、涼しい。暑いけど涼しい。うん。よいしょ。Thank you.
ピーク一つ目来たんじゃ。来た。ここ。あ、山頂これ。これ後ろ。後ろね、後ろ。これ。これピーク。白皇后山。これも、一応どうなんのこれ。三角点、あ、でも一応三角点ね、これこれ、あやちゃん、三角点書いてある。はいちょっと待ってよ、はい、今何分、9時13分ちょっと待ってよ。3、4時間かのずっと雪の斜面を登っていくね。もう3、4時間のすごいね、やりってそんなのすごいやね。いや、ありやから、もう大好きやから。はい。いいよ。オッケー。はい。でもさ、槍ヶ岳山荘にたどり着くまでの道のりがきつかったので、ここが、そう、槍がおまけのようだった。ここ入れる？入れんでいいの？入った方がいいやろ。入ってる？あと10秒でちょっと整える。はい。もうちょいかね。もうちょっとこっちしたらいいんじゃない？いい？横になります。あの人たちの人間だとしてあっちが東部なので、もう 0.8 だから、ここ危ないから普通の人にやめて、ヘルメットじゃないからさ、これ重たそうやね、なんか荷物。水が 2.3 4、いやいや3も入ってない、3も入ってない。あやちゃん何リットル持ってんの？1.5、2.5。めっちゃけど、こういう面白いとこやったら、ユアンの人数持ってると思ったら、性能が少し悪いからな。大丈夫？ほぼ垂直。行くで。小郷山。すんげえ急登や。多分俺ら喜ぶやろうなって。確かに。好みの山では。